公邸料理人ゆりです。本日よろしくお願いします。今日はですね、牛タンの塩焼きをしたいと思ってます。はい。で、和食ゆうではもちろんその魚を使った海鮮がメインにはなってるんですけども、牛タンで鶏とかいろいろね使ったりします。はい。で、まあその時それも、その時その時によってどこさんっていうのが違いますね。今日宮城から牛タンがいいのが入ったんですけど、それによって薄くするんか厚くするんかっていうのも変えてます。で、本日お出しする牛タンの塩焼きに関してはちょっと僕厚めを持たして、それぐらいの厚切りの方が合う、美味しいと僕は感じたんでそうさせてもらいました。本当にね、薄いのと厚いのって、僕はそれぞれだと思うんですね。部位によって甘みとか食べた時に感じ方が違って、これだったら薄い方が美味しいなとか、これだったら厚い方が美味しいなっていうのがあって、僕は今回は厚切りにしてタンを仕上げていこうと思ってます。はい。この牛タンに関してはこの和食ゆうでも結構な方が頼まれるメニューになってるんで、その人気メニューをちょっと今回はやりたいと思ってます。はい。では調理開始したいと思います。本日もよろしくお願いします。では本日の主役ですね、牛タンを見せたいと思います。はい、こういう感じになってます。結構色ツヤ結構いいんですけど、これね、厚さ的に言うと分かります？分厚いでしょ。しっかりしたタンになります。で、これを調理していきたいと思います。こういう感じでなってますんで、これを今から切り込みを入れて、でそこから焼いていくっていう作業をしていきたいと思います。では調理開始しますね。で、切り込みをまず細かく入れてあげます。結構ね、これはね、薄切りと厚切りではちょっとやり方が違うと思うんですけど、僕はこれぐらい厚いと火が通るのに時間かかるんで、こういう格子状に切り込みを入れてあげてます。こっちの方が火の通りが早くなります。はい、ちょっと入れてあげましょう。全部同じようにしていきます。で、あんまり肉とかは触る時間を短くしないとどん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 柔らかくなりすぎてしまうんで、はい、できるだけ冷やしてやってやった方がいいと思います。はい、できるだけ手で触る回数を減らしましょう。で、こういう感じで切り込みを入れたらさっと焼いていこうと思います。はい、こういう感じで切り込み入れたんで、じゃあ焼いていきます。では焼いていきましょうか。まず、はい、火をフライパンを温めます。で、ちょっとこの油なんですけど、僕はね、サラダ油とそれにネギを揚げてるんですね。青ネギを油でちょっと時間を、なじませて、油にネギを、揚げて、で、ネギ油っていうのを自家製で作ってます。そうすることによってこのタンにはネギって相性がいいんで合うと思います。で、さらにこのネギの旨味を後からもかけるんですけど、このタン自身に旨味を出していこうと思ってます。今から焼いていくんですけど、ちょっと強火にしすぎると火が通りすぎるんで、中火ぐらいにして僕は焼いていってます。で、塩コショウをしてあげます。で、あんまり触りすぎず、もうちょっとほったらかしにするぐらいですね。何回もひっくり返さない方がいいと思います。焼き目をつけることによって旨味を中に閉じ込めたいと思うんで、最初はあんまり思ってひっくり返しません。はい、しっかり焼き目つくぐらいまでくれずにいきましょう。で、火の加減は調整していきます。で、どうしてもやっぱり真ん中の火口の方が強いんで、ここの方が火が強いんで、それに当てるようにフライパンを移動させてあげるんですね。これをまずメインにしたかった、このタンをメインにしたかったら、これを火に当たるようにする。で、次はずらす。次のここのタンに向けて真ん中に来るように。で、このタンだったら真ん中に来るようにっていう形で、ここで火を調整をしてあげます。もちろん、このここの横とかでも火は通るんですけど、真ん中の方が強いんで、それが均等になるように、フライパンを持っていってあげるっていうイメージにしたらいいと思います。はい。で、これで、片面が焼けたんで、あともう片面を焼いていきます。で、もう一回、
塩コショウを振ってあげましょう。このね、ネギ油をしっかりすることによって、塩コショウっていうのはそこまでいらないと思います。ネギ油の旨味っていうのが加わるんで、塩コショウも少なめにいけると思います。で、もう一度同じように火加減を調整していきましょう。でもこれはやり始めたら早いんで、で、あと、この熱いのと、薄いのって出てくるかもしれないんで、で、この薄い方をどちらかというと端っこに置いてあげます。で、熱いのを真ん中にしてやると、ちょうどいい火の具合になると思いますね。この真ん中の方が熱いんで、そこをよく焼いてあげるっていうイメージです。わかりますか？こんな感じで。ね、はい。油が出てきてるんで、こういう感じでやってあげます。はい。もう大丈夫ですね。では、これで揚げていきます。持っていきます。で、先ほどの、持っていきましょう。こういう感じで、で、あとネギを乗せてあげます。少し、この一味をちょっとかけて、ちょっとピリッと。そこまでいらないです。ちょっとピリッとさせてあげます。薬味のレモンを添えてあげ。で、今、足したのは、いりこ味噌ですね。タンって味噌とも合うんですよね。相性がいいんで。タンと味噌をつけてもらっても僕は美味しいと思ってるんで、個人的にこのいりこ味噌っていうのはおすすめにしてます。で、あとは、このポン酢も、ポン酢であっさりっていうのもできるんで、こちらポン酢のジュレですね。はい。で、こういう形で仕上げてます。いりこ味噌で食べてもらってもいいジュレでできる形ですね。はい。こういう感じで、牛タンの完成です。の塩焼きの完成です。見てください。この光ってるの分かりますかね？これでネギ油をやることによって油っこいかなと思うかもしれないですけど、意外にさっぱりしてます。で、これ多分油だけだと濃くなるんですけど、ネギ油って、あっさりしてるんですよね。で、それに、このネギ油で焼くことによって、風味を中に閉じ込めます。この牛タンの中にあるんで、この上のネギと、もちろん合うんですけど、この中にしっかりこのネギ油の味が染みてるんで、美味しくなると思ってます。こういう感じで一個一個。しかもこれね、やっぱりこれぐらいの身の厚さ、わかりますかね。タンでもこれぐらいの身が厚いと、食べ応えもあるんですね。で、これは、今回はこの厚さで僕は切りましたけど、いつもはもっと薄くしたりとか、部位というか場所で、ものによって変えてます。牛タンを、レモンをもちろん絞って、食べてもらうっていうのもいいんですけど、僕のおすすめは、このポン酢のジュレも、あっさりして、僕は美味しいと思いますけど、このいりこ味噌ですね。はい。いりこ味噌と食べてもらうと、このネギ、いりこ味噌ってすごい合うんで、超僕のおすすめになっています。はい。今日はもう簡単ですけど、意外に味が深い牛タンの塩焼きをやらせていただきました。はい、まあ、今回今見てもらったと思って牛タンの塩焼きをやらせてもらいました。もう牛タンって、まあ、結構皆さん好きな人多いんで喜んでもらえる料理で、でこの塩コショウでこのままだけ塩コショウだけでレモン絞ってもらっただけでも美味しいってすごい評判なんですね。であと驚かれるのがこのいりこ味噌で、いりこ味噌をつけて食べるとまた味が変わって美味しいわーってよく言ってもらってるんで、これ簡単なんですけど結構深い味になってると思います。で、僕さっき言ったようにフライパンでネギ油でやってるんですね。まあ僕は自家製でやってるんですけど、このネギ油ってスーパーとかでも売ってると思うんですよ。なのでちょっとやるときにフライパンでネギ油をやってから、牛タンじゃなくても例えば鶏を焼くとか牛とか豚とかもこのネギ油でやるだけでちょっと変わるんで、今までの料理炒め物とかでも一味変わると思うんで、僕このネギ油っていうのは自分で作る分でも別にいいんですけど、買ってきたものを使ってやるのも僕はおすすめです。はい、これだけで一味全然変わるんで、あとは最初に焼き目つくまではあんまり触らなくて旨味を閉じ込めるっていうのは、ポイントだと思ってます。で、今回はこの厚切りにしたんですけど、厚切りにする場合は特に切り込みっていうのを、きちんとした方が食べやすくなると思いますし、また味の火の通りを早くするっていうのもあるんですけど、染み込みやすくなるんで、特にこういうネギ油とかの旨味が入ることによって味が変わります。これが多分普通の油とかでやるとまた変わるんで、僕はこういうのを使うだけで、どん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 美味しくなると思うんで、よかったら皆さんもそういうのを買ってでも試
試してみてもらったらどうかなと思います。本当にね、便利な商品だと思いますし、それをやるだけでちょっとこのチャーハンとかにやっても美味しくなると思うんで、よかったらそういうのを使ってみてください。はい、今日はねこういう牛タン塩をやらせてもらいました。こういう簡単な、やりやすい商品なんですけど、でもちょっとこのフライパンの焼き目のやり方、切り込みの仕方、使う材料というのを一つ一つ変えるだけで一味も二味も、美味しくなると思うんで、そういうのを試してもらえれば、幅が広がった料理になると思いますし、こういう簡単だけど美味しいっていうのも覚えててもらえると僕はありがたいと思います。今回は牛タンをやらせていただきましたんで、まだこれからも頑張りたいと思います。ではまたコメントも高評価、いいねとかもいただければ嬉しいと思います。では今日は終わります。ありがとうございました。Facebook も和食U でやってますんで、よかったらこちらも登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。